深間松平家は、松平長地の次男、親森を外する松平氏の所類深間城跡にある、深間城市松平や堺市の日、深間松平家の菩提寺である、宝善院、深間松平家三代の墓、三河国壁海軍福釜を漁したことから深間、松平家と称する。松平近盛は松平宗家の当主で、老いの松平清康に従って転戦し、 武勇については他に及ぶものはないと称えられていたが、売上攻略の際に若くして討ち死にした。二代目の下継も、松平清康に仕え、その武勇により、槍三郎、二郎と呼ばれた。三代の松平地下都市から徳川家康に仕え四代、松平康氏親の時、家康の関東天保に従い、大番頭となり、下佐、武蔵の両国に領地を与えられ、 六高は千国余りとなる。関ヶ原の戦い、大阪の陣に加わり、伏見常番を務めた。関ヶ原の戦いの後、所領は、丘陵三河福釜千百国に戻された。家系としては大名には取り立てられず旗本止まりで、近しい松平一族の中では優遇されたとは言い,い、がたい。本家は、元六年間、松平公営が死しなく、没したため絶景となったが、 所有はその後も存続している。福川近くの宝泉寺には、初代親森から三代親春までの肖像画が残る。判例。一実践は実、実施、転践は用旨、二数字は、家徳継承順。ありがとうございます。